していきます、はい、まず最初のルートが、はい、初級から400点っていう単語熟語ですね、はい、あ、僕の本ですね、はい、トイック L&R テスト品質英単語です、ね、まあ、非常に基礎的なものでありまして、うん、トイック単語だけじゃなくて、まあ、高校までで習っておかなきゃいけないよ、うん、特にまあ設問とかですね、それで必要になってくるものって多いので、はい、設問などにも使えますよっていうやつです。1日100語ぐらい覚えて、はい、それを終わるまでずっと続けてやっていくて、はい、続いてがトイック L&R テスト英文法0からスコアが稼げるドリルです、ね、まあ、本当に基礎中の基礎みたいなので、まあ、2択の問題とかもついてたりとかして基礎を勉強するのにいいなっていう感じになってますね。1週目と2週目で1週終わらせて、はいはいはい、3週目はそう復習するし、うんうん、文法知らないと読むのも聞くのも大変なので、うん、単語文法はもう基本としてですが、やっぱり総合対策全体のパートがどういうものだか分かんないといけないので、うん、トイック L&R 書き込みドリルっていうのですね、全パート入門編と言われるやつですね、はい、書いていくんですよ本当に。最初勉強できない人とかもう英語やだって人ですやっぱ手を動かす書いていきましょう。5週間って、ね、分量も結構ある。そして L&R テストリスニング、そうですね、ゼロからスコアを稼げるドリルですね、はい、リスニングでまずは基礎からやっていきましょう。リーディングの方ですね、その後が、はい、中村澄子のリーディング回答のテクニックというやつですね、うん、非常にまあ目の動かし方っていうのが分かるような参考書になっておりまして、うんうんうん、こういった形で、あとは見やすさを重視しました。デザインとかが読みにくいなって思ったら嫌になっちゃうと思うので、確かなるべくすっきりとしたデザインで英語嫌いの人でも続けられやすそうなものを選択しました。初めて受けるトイック L&R テスト全パート完全攻略、これ総合対策ですね。総合対策です。全体の構成だったりとか、こういうことに気をつけましょうみたいなことが書かれている本になりますね、はい、だからとっかかりとしてはやっぱ超基礎だとですね、まあ、知らない表現も多いですし、うん、嫌になってしまうっていうのがあると思うので、ある程度やっぱ単語だったりとか、うん、基本中の基本を知った後にやるという形になってますね。英語嫌いな人に向けての、うんうん、ルートになりますので、ここはもう本当基礎中の基礎なんで、公式問題集やれってみんな言うんですけど、公式問題集なんか分かんないよ何にもっていう人向けてのルートになっております、うん、はい。続いて600点ルート、うん、まあ、600の壁と言われる言葉があるので、やっぱ600点を超えるのに苦労する人はとてもいる。そちらを見ていきたいと思いますね。でまず単語としては、先ほどやった LR テスト品質英単語ですね、はい、でこれの基礎的なものを、まあ、知っててほしいっていうのがすごくありますので、けど終わらせてほしいと思う。さっさと、はい、これはクリアできるよっていうレベルに、まあ、600点目指している人ですからね、はいはい、なのでその後にトイック L&R テストデルタン特急銀のフレーズに入ります。なるほど。そして文法がトイックテスト英文法デルトコだけ、こちらはまあ文法書、うん、まあ、いいとこついてるなという感じになりますので、はい、そして総合対策が、そうですね、先ほどのやつです。先ほどの400点レベルの人は最後にやってたものを最初の方にやっぱりやっておかないといけませんので、どういう形式のテストでやるかっていうのはトイック知らないで受けちゃう人結構多いんですけど、まずは知っておくっていうのが大事になりますね。そしてリーディングリスニングが、はい、公式トイックかね、リスニング&リーディングプラクティスリーディング編、そのリーディング編が終わった後にリスニング編という形になりますね、はい、これかなり分厚いものになりますので、うん、でそこでいよいよ公式問題集と呼ばれるやつですね、はい、公式トイック選んだ5、まあ、一応5がいろんなナレーターがいるんですよ。そのナレーターが一番多く入っているのが5なので、一応5にしていますね。一冊しかやれないならというところですね。そうですね、はい、でまあ、今後もし変わっていくんだったら変化は加えていくかもしれませんね。プラクティスリスニング編が終わった総復習をしている期間の間にデルセン、そうですね、大学受験というところネクステとかああいうのに当たるものですね、はい、デルセンをやりながら公式問題集に入っていくというイメージですかね、はい、だから文法のところが基礎的なものをちゃんと覚えた後で問題演習しましょうみたいな感じですね。じゃあ次が730点ルート、じゃあまあ単語からいきましょうか。インフレになってますね、インフレーズになりますね、はい、まあ、これはおなじみです、うん、で同じように文法の顔も、まあ、テックさん の, そのデルセンですね、さっきは最後に出てきたデルセンっていうのがもう最初からがっつりやってもらうよっていう形になりますね、うん、総合対策、総合対策トイック L&R テスト730点ダッシュの方法、730点向けの総合対策本っていうのを、でさっきの600点ルートには出てこなかった公式問題集がなんかこう右の方にひょこっと出てきたんですが、先ほどはまあ最後にどれぐらいの実力なのかっていう、まあ、実力試しだったりとか時間ちゃんと2時間やれるのかとかっていうのがあると思うんですけど、はい、もう730だったらもう600超えてるってことなんで、うん、もう経験してるはずなので、うん、もうここで
で公式問題がっつりやるっていう感じですね、はい、でただまあ5をやっちゃってる人だったらまあ6とか6やっちゃってる人だったら5っていう形があると思うので一応2つをここには入れています、はい、これが休日に解くことを推奨してるんですよね。そうですね、上に休日に1回分っていうふうに書いてあるんですけど、やっぱり丸々やるっていう経験をですねしてほしいっていうのがありますよね、はい、プラクティスリーディング編やるんだけども休みの日は公式問題集1セットがっつり解くと、はい、で3プラクティスリスニング編に取り組む期間があって、ここからまた公式問題集、はい、7、8で多分この辺でこいつが出てくるんですよね、文法の方に。そうですね、文法特急が登場していると思いますね、はい、今デル線は単元別になっているに対して文法特急の方はこのまあランダムになってますので、ただ解説は詳しい、アウトプット用に使うという感じですね。そうですね、だから解説が分かりやすいのでデル線より前にやる人も結構多いんですけど、はい、単元ごとにはなってないのでやっぱ単元別の勉強っていうのはきちんとやってほしいなっていうのがありますね、うん、総合対策の730点ダッシュの方法をプラクティスリーディング編、プラクティスリスニング編っていうのが2週目で3冊横並びに並んでるんですね、はい、この中から1冊自分の苦手な分野とかもう1回復習したいなっていうのをやる期間っていうことですね。そうですね、はい、まだまだ問題解きたいよっていうんであれば、まあ究極の模試600問プラスですね、はい、ボンと青い本ですけどドンとありますので、そちらでやってもらえればいいかなと思いますね。800点ルート、はい、単語は今回はもう金のフレーズ、はい、そうですね、はい、文法はデル線ですね、はい、730点ルートと比べてデル線の期間がだいぶギュッと短い感じになっておりますね。で総合対策の方が860点ダッシュの方法になりますので、入るタイミングとしてはですね、デル戦が一周終わってから860点ダッシュの方法に入ると。そうですね、やっぱりデル戦は終わっておいてほしいっていうのがありますね、はい、まあ、まあ文法とやっぱり単語っていうのはできるようにしとくっていうのが武田塾イングリッシュのメッセージというか、ちゃんとやってん、そこからまあ総合対策やりので、壁越えトレーニング その読解の方ですね、パート7、はい、の方ですね、そっちに行くっていう形になってますね。パート7解きながら、まあ、デル戦の復習終わって壁越えトレーニングパート5、6、そうですね、始めていくっていう感じです。壁越えトレーニングパート7解いてる時に休日は公式問題集をやっていきますよ、はい、壁越えトレーニングは終わったとこぐらいで、おまたまた壁越えトレーニングのパート1から4、そうですね、これが終わると同時にこのパート5、6の壁越えトレーニングの方も終わる。でここから2週目に入る、まあ、また公式問題集がありの公式問題集と究極の模試録、はい、で2週目に入っているのが一応トイック選んだテスト860点ダッシュの方法と壁越えトレーニングのパート7と1から4、うん、まあ、この3冊のうちどれか1冊選んでもらって、公式問題集の7、8もしくは究極の模試600問プラスを休み日はやりながらこれをやっていくという形、はい、うん、トイック900点ルート、はい、これは900点までって書いてあるので、まあ、900点を目指すルートという形ですね。を目指すルートになります。トイック、L&R テスト990点獲得、パート5 and 6、難問模試と、むずいの解けっていうことです。うん、まあ、もちろんこれ全然ダメですっていう人は戻ってもらいますけど、はい、デル戦からやったりとか、はいはい、やらないといけないですけども、うん、はい、もうできるでしょ、それぐらいってことですね、はい、難問に挑戦していただきます。そして、公式トイック、そうですね、最近発売されたやつですね、800プラス難しいらしいですね。最後の模試は全然難しくないんですけど、例として出てくる問題はだいぶ難しいですね、それぞれのパートに入っているのは。その800プラスやってる期間に公式問題集の5と6をやるんですけども、はい、まあ、今までのルートだと選べる形式だったのが、ね、はい、もう両方やるという。そうですね、もうそのレベルだったらもうどっちもできて当たり前でしょうみたいなですね、はい、もう煽っていくスタイルになっておりますけど、ね、次が900点特急に行きますね、はい、緑色のトイック L&R パート1 and 2難化対策ドリル。あ、そうですね、僕のオレンジ色のやつですね、はい、やっぱパート2が難しいので、うん、もう確実にこれは取れるようにしてほしいっていうのがありますね、はい、でもこれも5週間入れてるんですけど、実際にこの参考書を終わらせるのは確か1週間だった気がします。もうそうですね、まあ、だからシャドーイングとか、ね、1週間で終わらせてシャドーイング使ってほしいですね、はい、1週間やったら次もこちらの極めろリーディング回答力、ね、もう問題いっぱい入っておりますので、はい、大量にやっぱもう量です。ここからはしばらく進むとまたトイック L&R テスト990点獲得最強パート7模試、これもまたレベルが非常に高いものになっておりますので、はい、まあ、本当に900はがっつりやるぜみたいなものになってますね。本当大量にやるよっていうのが分かると思いますね、はいはい、まあ、その間に公式問題集7、8、こっちが600プラスじゃなくて模試が変わって生鮮模試ですね、総復習の
週も3週間取ってるんですけど、模試の解き直しっていうのもですね、はいはい、入っているルートになりますね、うん、なのでまあ同じ5678の中から点数低かったやつとか解き直していってもらうような感じ、うん、トイック L&R テスト990点獲得パート5&6文法の方ですね、はい、1周目回します、900点特急入ります、はい、ランダムで解きます、でもう1回こいつに戻ってください、はいはい、そうですね、次が900点超えルート、そうですね、ちょっと一つ大きな違いが金のフレーズの次がある、金のフレーズの次が黒のフレーズ、非常にレベルの高いものになりますね、まあ、その他はそこまで変わらないんですけども、やっていくことは単語のレベルだけは上げてもらおうじゃないかっていうふうにやってますね、なるほど、で文法は同じ構成になってます ね、 そうですね、総合対策もまあ800プラスで同じ で、ね、聖戦模試リスニング3、はい、だからもう本当に問題解きに行くっていう感じですね、はい、もう出題形式とか知ってるでしょっていう感じなんで、うん、ちゃんと問題演習をどれだけ積んでいくかってことですね、なんでもうリスニングリーディングっていうところにも模試をボーンとそうですねぶち込んでいくというスタイルになっておりますので、なるほど、はい、ストロングスタイルが、はい、900点以上になります公式問題集もだいぶ前から入っちゃってますね、って感じです、そうですね、本当に最初のこの1冊目の文法のものを解き終わったらもうすぐ5678と全部やってで究極模試600も、はい、とにかく模試いっぱいやろうっていう、入っていて、でトイックランダルテストの聖戦模試総合も入っていると、はい、そしても模試の解き直しももう5週間、はい、5678600と聖戦模試総合をもう回しまくると、そうですね、もうそんなルートになってるわけですね、本当に問題を解くっていう形になりますね、この聖戦模試に関してもしかも2週目両方ありますからね、うん、解いて解いて解きまくるみたいな感じのルートになっておりますね、まあ、この後はまあもっともっと解きたいですっていう人は聖戦模試もシリーズでありますし、いろんな模試を解いていくっていうのを加えることもできますよという形で、900に比べて問題数が多い、やらなきゃいけない問題数、まあ、そもそも早く解けるようになってるはずなので、上のレベルの人たちっていうのは、トイックルートの発表でございました、はい、